京新幹線の誕生から約30年。新幹線の進化はさらに続きます。鉄泊新都市駅を無事に出発していくのは新幹線400系電車です。新幹線と在来線両方の区間を走行できる装備を持っており、1992年からは山形新幹線の翼として日本で初めて在来線の直通運転を開始しました。現在南館いっぱいに東京型の先頭車が工場工事の塗装に復元され展示されています。次に新幹線ホームを左に出発する列車はファスティック360Hです。この車両は JR 東日本が時速360km/h を実現するために2005年に開発した試験車両です。非常停止位置を短くするため